少林は、田村語り並びに、坂の上の田村マロ伝説に登場する伝説上の人物。文献によっては、少林、聖林、小林、少林などとも記されている。坂の上の田村マロと鈴鹿御前の娘。田村の宗師では、鈴鹿御前と夫婦となった田村丸春秋が、鈴鹿さんの大竹丸を討伐し、古門からたまった。 伊賀国で暮らすうちに一人の姫君が生まれ、少林と命名された。鈴鹿の宗師では、鈴鹿御前が亡くなる際に姫君は我に劣らぬ、人通のものであると、賢明令を賜る。田村三大域でもおとぎ造子のあらすじと近い形で、誕生するが、物語の末尾で小林姫は93歳まで、大往生すると、欧州南部岩手郡へと飛んで、 小林寺の地蔵菩薩として敬遠し、末瀬まで人々を救ったと締めくくられる。田村三代記で地蔵菩薩として敬遠した小林寺は、南部ひえ抜き郡にある松林寺地蔵堂で、田村語に登場する人物名に取り入れられた。また、田村三代記が演じられた北限は、松林寺のある、ひえ抜き郡周辺ではないかと考えられる。岩手県東野では、 坂の上の田村丸が統世の時、欧州に国津上の公院という女神、玉山立江星姫がおり、その美貌から、エビスの州長を大竹丸に言い寄られるも応じることはなかった。田村丸は直視を報じて、東北の地にしたり、この立江星姫の案内によって、江戸を討伐し、当領である大竹丸を岩手山で討ち取った。立江星姫は、 田村マロと夫婦のちぎりを結び田村義道と松林姫の一男かずめを生んだ。義道は欧州安部氏の祖であり、松林姫は、お石、おろく、お初の三女を生んだ。お石は、守護神である即札領姫のお玉城を奉じ、石神山に登った。おろくは、即秋継めのお玉城を奉じ、六角牛に登った。お初は、背折びめを奉じ、早地根に登ったという。 ありがとうございます。